どうもこんにちは、ヒロです。今日はですね、 SH232 非常警報器というものについて説明していきます。この非常警報器はですね、国鉄型の機動車や旧型国電なんかの車内についていたもののようです。確かですね、この部品は昔ヒロが中学生だか高校生だかの頃に磐越線に乗った時にキハ40の車内で見たような気がします。なんかトイレのボックスになっているところ この客席側っていうんですか、椅子の上のところにこれがクリーム色に塗られた部品が確かついていたと思うんですよね。なんか変わったものがあるなと思って見た覚えがあるんで、おそらくこれになると思います。なんでね、もしかしたらどっかね、まだこれついてる車両走ってるかもしれないですね、世の中には。まあちょっと懐かしい部品ですね。でこの下についている赤いつまみを引っ張ると、中でロックがかかって、で左側に内蔵されているブザーが鳴動し、車速灯が点灯して、で上端の運転台にあるブザーが鳴動する仕組みになっています。詳しい回路図なんかはね、この後また説明しますので、そちらの方をご覧ください。じゃあまず外観を見ていきましょう。これがつまみですね、で鍵穴が横についています。こんな形してますね。とてもシンプルなものになっています。でですね、その上についている銘板を見ると、製造年月が昭和37年6月ですね。結構古いものですね。森尾電機製になります。ではですね、外観を見ていくんですけど、そう、これネジが実はなくなっていて、このネジはですね、旧 JIS っていう規格の M5 っていうね、大きさのネジになっています。中でですね、端子を止めているものも同じ規格です。じゃあですね、中の方を見ていこうと思います。はい、開けてみましょう。まあこんな感じですね。裏にも特に車号とか書いてないですね、これは。ではですね、中を見ていこうと思います。この201と書いてあるところから入ってきて、ヒューズを通って、でこの3連のですね、これ引きスイッチになってますね。スイッチを通ってブザーのプラスに入ります。でこの黒いのはですね、100って書いてありますね。これグランドなんで、マイナスの方に書いていきます。でこれロックの機構とかですね、こんな風になっています。これで鍵がかかるようになっています。押しても戻りませんね。でこうやって持ち上げて、本当は鍵回すんですけどね、持ち上げて、押し込むと中に入るんですけど、硬いですねこれね、ちょっと後でこれをじゃあ整備しようと思います。これね、これか弱い人が引っ張ったら多分引っ張れないですよね。大変なことになると思いますんで、整備しようと思います。鍵はいつもの忍び状です。忍び状をこう入れて回すことによって、こういう風にね、ロックになっている部分が開くようになっています。これスイッチの部分なんですけど、こう引っ張るとね、こう3つが全部つながるようになっています。だからこの真ん中にあるこの銅板を伝って、3つのこの接点っていうのかな、この棒になっている部分ですね、ここが接触するようになっています。なかなかうまくできてますよね、これね。じゃあまずはですね、先ほどのスイッチの部分動きが悪いのでちょっと直していこうと思います。パーツクリーナーですね、だいぶ景気よくかけてますけど、下の修道部のところに巻いていますので、このくらいかけてしまっても問題ないです。ついでにね、中の掃除もしていこうと思います。まあ、一回拭いただけなんですけど、それでもね、かなり、中の昔からこびりついているこのホコリだとかね、あとこれは油っていうかグリスは多分この部分には使ってないと思うんですけど、まあそういうね、古い油系の汚れだとか、あとやっぱその少し擦れるんでね、鉄粉が飛びます。でその鉄粉なんかも邪魔しているので、そういうものを取ることによって、多少は動きが良くなってるんじゃないかなと思います。はい、そんなこと言っているとですね、多分この上にある3つの接点を取って、で中についてるですね、ナットを外してつまみを取ってですね、完全にその修道部きれいにした方がいいんじゃないかなんてね、誰かに言われそうな感じしますけど、はい、この動画ではやっていません。ただね、上についてる3つの押さえと、あとですね、ナットがついてるんですけど、ナットを取ってあげればこの引き棒っていうかつまみは取れるはずなので、そうすればこのね、修道部ごときれいに掃除できると思います。ただね、先ほどありましたパーツクリーナー拭いてあげて、こう何回もカチ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 やってると、まあ、大体本当に邪魔してるゴミっていうのは出てきますんで、そこまでやる必要は正直感じられないですね。普通に使う分だけならこれで OK です。
でですね、今回ヒロは掃除が終わってからこの修道部、下のスライドする部分に556吹きかけています。で556は潤滑油なんですけど、あと錆止めの効果もあるので下が金属になっているからね、一応まあ安心のために吹いていますけど、まあ、正直別に556吹かなくても大丈夫だと思います。せっかくね、パーツクリーナー残っていますので、ちょっとこういうところのホコリもね、きれいに拭いてあげました。で、これがヒューズになります。ヒューズっていうとね、缶ヒューズとかそういうものを想像すると思うんですけど、これが本当のヒューズになっています。なかなかね、なんか原始的な形をしているヒューズですよね。いいですね。で、今回はこの今出ている黒い線がマイナスになります。ではですね、掃除も終わったんで、この201の線に電気を流して、なりますね。音も悪くないですね。で、もしブザーの音調整したい場合は、前々回の SH249N と T も説明していますので、そちらの方もご参照ください。一応ね、ここで調整が効くようになっています。ではですね、ブザーも特に音もね、悪くないですね。いい音になりますんで、整備の方はね、このくらいにして回路図の説明をしていこうと思います。今回は、キハ40とかね、48とかのつなぎ図が手に入りましたので、かなり正確な説明ができるんじゃないかなと思います。ただですね、いつもお願いしている通りに、その時代だとか、鉄道会社だとか、車両によって、配線の番号とか配線の血栓方法なんかもね、かなり違ってくるものがありますので、あくまでご参考程度にご覧ください。でね、作業は基本的にいつも通り完全に自己責任でお願いしています。もし何かありましても、ヒロは責任を負いませんので、ご了承の上お願いいたします。ただですね、いつも言っているんですけど、もしね、どうしてもわからないとかね、ここをもうちょっと説明してくださいとか、ここがわからないですっていう風にあれば、DM でもこのコメントの方でも言っていただければ、可能な限りね、対応していきますので、遠慮なくですね、コメントなり、DM なりをいただければなと思います。はい、話だいぶそれましたけど、配線図はですね、この SH232 に関してはこんな風になっています。まず電源がですね、201のところですね、この上から来ているプラス 24V に入ってきます。で、これが先ほどのヒューズ で、ヒューズから先ほどのこの3つのね、3連のスイッチのところに真ん中に入っていきます。で、入りにして3つ全部つなげると、両端に電気がね、加わりますね。で、そうすると、内部的にはこの一番右端のところからブザーの、プラス側に電流が流れて、でそのねブザーの反対側からは100線につながって、グランドですね、マイナスの方に戻っていく仕組みになっています。でスイッチのところにちょっと戻ってください。でスイッチの今ブザーに出ていたこの一番右側の端子、ここにもう一個つなぎます。そうするとこれを外に出ていって、車速灯を点灯させる、そんなスイッチになっているようですね。で、これで車速灯が点灯します。で、その反対側にある左側のやつ、これ302線っていう風に書いてありますね。で、302線何かっていうと、編成全体に引き通されていて、ブザー回路みたいですね、これは。なんで、通常は車掌さんなり運転手さんなりが連絡用にブザーを押すと、ここに電流が流れる、そんな配線になっています。っていうことは、これを非常スイッチ引っ張ると、電流が流れて、で両端の運転台、まあ、両端というか多分つながってる全てのブザーがこれで鳴動すると思うんですね。編成全体、例えば3両なら3両だから合計6個のブザーが鳴動するような仕組みになっていると思います。はい、じゃあ続いてこちらをご覧ください。これですね、これは車両として見た時の配線図になります。でこれ元は、キハ40のつなぎ図を元に、作った図になりますので、多少ね、ヒロがアレンジしているところはあるんですけど、まあ基本的につなぎ方は全部一緒になっていると思います。ただ見やすいようにね、少し配置変えたりそういう風にしてありますけど、ちょっと見てみてください。まずですね、大前提として左上を見てください。知恵って書いてありますね。これですね、常に直流の 24V のプラスが流れています。で、これどこから来るかっていうと、蓄電池だとかですね、蓄電池に電気を供給している発電機ですね、発電機とその付属機から、来ている線になっています。そこからね、いろんな機器で、電気を消費して100線ですね、100線がグランド側、要するにマイナス側につながっていますので、そこに流れていくようになっています。で一番下にある302と100はですね、それぞれ引き通し線になっています。では 1A に戻ります。 1A から真下に来るとヒューズを通して乗務室にあるブザーのスイッチについていますね。なんでこれ両運転台であればこれがもう一セット、つくような回路図になると思います。で、
ブザーのスイッチを押すと、その真下にあるブザーが連動して100線ですね、一番下の、グランドマイナスの方に入る線につながっているというふうに分かっています。で、1A に戻ってください。 1A を降りてきてブザーに行かずに右の方に入っていくと、赤い点線で囲んでありますね、これ SH232 になります。で、中の配線はね、先ほどと全く一緒になっています。ちょっと見比べてみてください。ヒューズを入ってきて、スイッチの真ん中に入ります。で、黒いやつがスイッチの胴体になります。なのでね、スイッチを引くと、導通するようになっています。そうすると真ん中から電源が入ってきて、で、例えばね、一番右側の線であれば、スイッチがオンになると、で、そのまま真っ直ぐ行けばね、 SH232 の中に入っているブザーを鳴らします。で、途中で分岐して、車速灯の方につながっています。で、一番左側の方はスイッチがオンになると、そのままさっきの302線ですね、これに伝わって、くるっと回ってブザーの方に入っていきますね。そうするとブザーのスイッチに関係なくブザー全部明動しますよね。で、これが全部の車両に引き通されているので、全てのブザーが明動する、そんな仕組みになっています。はい、これ内部の画像になりますね。もう一回見てください。一番上についている端子が201線ですね。ここから 24V が入ってきて、この真ん中についているのですね、これがヒューズ。ヒューズから赤い線が出てますね。で、真ん中に入っていってスイッチを引っ張ると3つ全部つながります。で、一番右側についている端子からブザーのプラスに入ってきて、ブザーを鳴らして、100線って書いてありますね。この100から、グランドレースの列車外の100線につながって、おしまいになります。でですね、先ほどの車速灯だとか、302の線っていうのはこのスイッチの両端でまたつながっていますので、その通りにね、接続してあげれば問題ないと思います。それでは実際に配線をしてブザーを鳴らしてみようと思います。そういえばですね、キハ40のつなぎ図を見ていると床下からもブザー鳴るようなんですけど、なんかご存知の方いたらコメントお願いします。はい、ではですね、配線が完了したので実際に鳴らしてみようと思います。今回はですね、 24V の電球がちょっと手元になかったので車速灯の方は割愛してあります。基本的にはですね、 24V の電球さえ用意してもらえれば車速灯もつけることができます。あとですね、24V の車速と実物がちょっと入手困難な場合には、トラックとかね、バスが出入りしているようなガソリンスタンドとか、ちょっとそういうところに行って探してくるのも手じゃないのかなと思っています。では実際に鳴らしてみましょう。はい、問題なく動きましたね。まあこんな風にして整備してあげればいいんじゃないかなと思います。それではチャンネル登録と高評価お願いいたします。以上、ヒロでした。また次回お会いしましょう。